こんにちは、市川ファームです。今回はちまちま寄せで有名な舞さんの、本美しいセダムの寄せ植えが、8月13日から発売されますので、そちらの紹介になります。はい。市川ファームもこの本の中にセダム図鑑っていうとこがあって、そこの写真とかでちょっと協力させてもらってるんで、この本ちょっと早めに送っていただけたんですけど、すごいこんなセダムのことが細かく載ってるような本は初めて見ました。はい。すごいやっぱりセダムの生産者としてはすごいテンションの上がる本です。はい。中身が、で、これ8月13日発売で、今、Amazon とか楽天ブックスで、予約受付中、はい、になってるんで、はい、皆さんお願いします。はい。中身が、なんか4章に分かれてて、まず1章で、舞さんのちまちま寄せコレクションとなって、人気作家さんとのコラボの作品、はい、めちゃめちゃ綺麗なちまちま寄せがたくさん紹介されてます。で、2章が、ちまちま寄せの基本ステップとなってて、その舞さん流のやり方が細かくすごい丁寧に紹介されてます。はい。簡単にできそうなやつからな、ちょっとなかなか上級者向けのやつまであるんで、はい、すごい参考になると思います。で、第3章がセダムの育て方。はい。これもまあ、これで、管理方法から増やし方まで詳しく解説っていうことで、いろいろやっぱりセダムこんだけ育てられてる方なんで、参考になることが、こんなやり方もあるのかっていうのが多分誰でも、はい、感じる感じだと思います。で、この4章のセダム図鑑っていうとこで、まあ、うちの写真だったりを、はい、ちょっと使ってもらったりして、いろいろこのちまちまに使えそうな品種の、こう、育て方とか注意点とかが、はい、書いてて、これやっぱり一冊持ってると、はい、セダム育てながら、こう、寄せ植えやったり、ちまちまやったり、はい、すごいいいと思うんで、おすすめです。で、この今、映ってる動画は、この、舞さんの、この美しいセダムの寄せ植えの本を、受け取って一通り読んだら、やっぱりこうちまちまをやりたくなっちゃったんで、はい、一個作ったその時の動画です。まあこの時期なので、色がねあんまりっていうのはもうしょうがないんですけど、まあまあちょっとテンション上がってやっちゃったんで、はい、動画撮って見てもらおうっていう感じな、になります。まあまあ、この時期のこの色はまあしょうがないんで、はい、今のうちに、この舞さんの本を買って、ちまちまとかセダムのことを研究して、秋冬に、綺麗な苗を使って、ちまちまをできるように、今のうちに頑張って、こう、綺麗なセダムを、はい、みんなで育てときましょう。で、あと、この鉢なんですけど、ディアレストワンさんの愛さんの作品になります。はい。インスタがこちらのこのザ・ディアレストワンっていうところで、見れますんで、はい。よかったら。これ、アイシング鉢っていう、アイシング、クッキー鉢か。はい。すごい細かく作られてて、はい、可愛いです。
この動画は2倍速でやってます。はい。あんまり普通のままだと長くなっちゃうかなと思って、はい、2倍速にしてます。はい。ということで、今回は、舞さんの美しいセダムの寄せ植えという本の紹介でした。はい。おすすめなんで皆さん予約して買ってください。はい。この後、まだもうちょっと寄せ植え作るんですけど、よかったら完成まで見てってください。ご視聴ありがとうございました。